クーパー原子力発電所は、アメリカ合衆国ネブラスカ州、ネマハグンブラウンビル近郊にある沸騰水型、原子炉タイプの原子力発電所である。1251エーカーあり、ネブラスカ州で最大の発電所である。クーパー原子力発電所は、ネブラスカ電力公社が所有し運営している。また、エンタジーニュークリア社が経営に参加しており、 東発電所はアメリカで2番目に大きい原子力発電所である。施設の名称はフンボルトの住民街、クーパー・ジュニアとガイ・クーパー・シニアの名前から取られた。シニア・クーパーの父である、オーエクーパーが1890年にフンボルトで最初に発電設備を建設し、2人のガイ・クーパーはネブラスカ電力公社とその前身機関の地区の代表を27年間務めた。 クーパー原子力発電所が初めて運転されたのは1974年7月で約800メガワットを発電する。設備はゼネラルエレクトリック BMR4 シリーズとウェスティングハウスタービン発電機から成り立つ。設備はマーク、アイゲンシロ格納容器を保有する。クーパー原子力発電所は1998年メガトン2。 メガワット計画のもとでウランを核燃料加工する最初の施設となった。それにより、旧ソビート連邦の核兵器から離れたウランは、低濃縮ウランへ、そして燃料へ加工された。2008年9月、ネブラスカ電力公社は、アメリカ合衆国原子力規制委員会に、クーパー原子力発電所の運転許可の20年間の延長更新を申し込んだ。 2010年11月、クーパー原子力発電所は許可更新を受けた。それは、アメリカ合衆国原子力規制委員会から出た60番目の更新免許だった。エンタジーのサポートサービスについて2029年1月まで延長することを2010年1月にネブラスカ電力公社と合意した。2003年に締結した。 最初の契約では2014年1月18日までだった。アメリカ合衆国原子力規制委員会は原子力発電所からの周囲に2つの非常事態地域を定めている。半径10マイル圏内をプルトニウム被爆経路とし空気中の放射能汚染による吸入を懸念としている。半径50マイル圏内を摂取経路とし放射能によって汚染される食物や 液体の摂取を懸念としている。2010年、クーパーの10マイル圏内の人口は4414人で、50マイル圏内の人口は163610人だった。50マイル圏内の人口には25マイルに位置するネブラスカシティの人口7289人を含める。2010年8月に発表された。 アメリカ合衆国原子力規制委員会の調査では原子炉に致命的な損害を引き起こす地震が発生する確率は142,867分の1である。2011年6月19日、ミズーリ川が氾濫し水位が海抜以上899.1フィートに達したため非常事態が宣言された。これは エマージェンシーアクションレベル風1.5となる899フィートを超える。その後さらに増水して2011年6月23日には警告レベルである902フィートに迫る900.6フィートを記録した。ありがとうございます。